習慣化できたら勝ちなんです。ようこそ、みそぎの玄米、龍神の力を宿すユニワの実りを発芽させて、それを土鍋で煎ってからサムゲタンにして母に食べさせた予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えします。母の反応についてはエンディングでお話ししたいと思います。7月20日一粒万倍日についてお話しします。あなたはあなたのいい習慣と言えるような習慣ってありますか？習慣によって人生は変わります。あなたに今いい習慣がなくて、いい習慣を身につけたいと思う場合、必ずそれを始める時がありますよね。人生を変えるいい習慣を身につけるためには、始める日も絶対必要で、そしてその始めるにふさわしい日があります。それが一粒万倍日であり、明日7月20日がその日になります。また一粒万倍日が来たのかと思うかもしれませんが、そもそも一粒万倍日は月に5回か6回ありますので、しょっちゅう来ると言ったら来るんです。ただ2024年7月20日というこの日が一粒万倍日であることにまた意味があります。そういう意味では一粒万倍日も毎回毎回一緒ではない、絶対に違うんです。この日は理想に向かって行動すること、そしてそれを習慣化していくことが重要な日になります。そして理想に向かって行動するにあたって、また習慣化していくにあたって、そのできない理由、難しい理由などがあります。それは知っておかないといけません。そういう意味で今日の動画では理想を実現するための重要なポイントのお話をします。ですから今あなたがこの動画を見ている時が7月20日を過ぎていたとしても、自分には関係ないとか、過ぎてしまっているから必要ないとか思わずに、必ず最後までこの動画を見て知ってください。そのように明日7月20日は一粒万倍日であり、理想に向かってエネルギーが強く流れる日です。この特別な日に行動しないと、人生をより良くするためのチャンスを棒に振ることになってしまいます。多くの人が日常の生活、忙しさに追われ、常に理想を見据える、理想に向かうということを忘れてしまう人が多いです。あなたもそんなことありませんか？でもそのように忘れてしまうのは習慣になっていないからということでもあります。今日の動画を最後まで見ることで、あなたは一粒万倍日というこの日に宿ったエネルギーを最大限に活用し、理想に向かう行動を始め、それを習慣化できることを知ります。理想に向かって大事なことを習慣化できれば、その時点であなたは人生を自由自在にすることができる人になっています。人生を思い通りにしたいならば、絶対に知っておかなければいけない大事なお話をしますので、今日の動画を最後までご一緒ください。一粒万倍日とは、あなたは一粒万倍日を何度も何度も聞いてるかもしれませんが、もしかしたら初めて聞くかもしれませんので、どんな日か知ってください。一粒万倍日は宇宙法則である13元律の8の数玉、矢の数玉が流れる日です。13元律というのは宇宙すべての法則で、人からよろずまで13の数玉で、すべてのものは進化発展し、最終極まり、そこから収束して消え、そしてまた生まれて進化する、そんな循環をしています。すべてはこの世界は循環なんです。その中での8、矢の数玉というのは進化発展のエネルギーを宿す数玉で、この一粒万倍日は進化発展のエネルギーが流れているんです。というのも、この一粒万倍日には湯には稲穂の進捗という天照大神様が二荷の御事を高千穂に下ろした天孫降臨、その時に湯には稲穂の進捗という神様からの命令を授けています。その意味は、お米を育て、お米を祭り、お米を食べて世界を繁栄させ、地球を次元上昇に向かわしめなさいというものです。つまり日本を建国させるにあたって、二荷の御事にこういう日本を作りなさいといった神様からの命令、お米を育て、祭り、食べて世界を繁栄させる、そしてそのことにより地球を次元上昇させる、それが
日本のミッションであり、その日本のミッションに向けて一粒万倍日にはその神様からの命令が降りて発動しているので、お米のように一粒まいたもみが万粒にもなる、そんな進化発展のエネルギーが流れるんです。そんな日には理想に向けた行動というものが大きく未来に花咲いていきます。だからこそ大事なのは目的と目標を明確にすること、これが大事になります。目的と目標の違いということを明確に言えるでしょうか？多くの人が言えないと思います。ですからまずは知っておいてください。目的とは何か、目標とは何か。簡単に言えば、目的というのは究極のゴールを言います。究極のゴールなので達成することはほぼない、だけども向かって進まなければいけない方向だと思ってください。ですから目的というのは追い続けるものです。追い続けて、もしそれが達成できたとしたら、人生の目的とすれば人生は終わってもいいということになります。すると究極の目的は天命、地命、我命。天命というのは神様から一人一人に与えられた、なぜ生まれたかという理由。そして地名は、先ほどの湯には稲穂の進捗と合わせて三大進捗が降りていますが、そのうち最も大事な天上無休の進捗、世界を愛でまとめて和し、地球を愛の星に次元上昇させなさいという、この神様からの命令が日本を建国させ、日本人すべてに降りた神様からの命令なんです。そして我命というのは、私が天命に進む、地名に貢献する、そのために絶対に達成したい志、自分のためだけではない、人のためになるような、少しでも多くの人のためになるような志、それが我命です。この天命、地名、我命が究極の人生の目的と言えます。なぜかといえば、私たち一人一人が神様から作っていただいて、そして神様からご期待されていること、そこに向かわなければいけない最も大事なことだからなんです。それが目的、達成することは難しいんだけれども追い求めなければいけないもの、これが目的。では目標は何かというと、目的に向かうために必要なマイルストーン、これが目標です。つまり、いつまでにどれだけやることによって目的に近づく、それが目標です。ですから目標は達成すべきこと、達成することになります。目的は追い続けるもの、目標は達成するものです。達成することを目指さなければいけないので、いつまでにどれだけが大事なんです。いつまでにどれだけということがわからないと、どの時点で判断していいかわからなくなっちゃいますよね。そしてどれだけできたかもわからないとダメなんです。だから目標は期日と数値目標がある、これが目標です。人生の目的としては天命、地命、我命をイメージしてほしいところなんですけれども、まだわからないという方も多いと思います。あなたはどうでしょうか？その場合、イメージしてほしいのはあなたの志です。志というのは、あなたが自分で自分のために達成したいこと、例えばお金の心配をしないで暮らしたいみたいなことっていうのは、あなたにとってはいいかもしれませんが、他の人にとってそれがどんだけ役に立つんでしょうか？お金の心配することなく日々の暮らしができるから、その分人のお役に立てるということであれば、なんでお役に立てるんですか、なんでお役に立とうとするんですか、これが志になります。すると、志、誰かのために何かをする、多くの人のために何かをする、それが志だとすれば、そのためにお金の心配をしないでいい暮らしができるということも、志を達成するために必要なこととなってくるかもしれません。ですから、お金の心配をしないでいい暮らしを目指すのか、それをした上でもっと先を目指すのか、これが自分向きのベクトルで終わるのか、人のためまで考える志に変えるのかという違いなんです。ですから、何でもいいので自分のためだけではない志をまずは設定してみてください。設定するだけなので、やってみないとわからないはずです。そして、そのやりたいこと、やろうとすることが絶対にやりたくないことであれば、それは志として
成り立たなくなってしまいます。あなたがやりたくないことなんか続けることができません。おそらく絶対に。例えば自分が外科医に助けられて危うい命が救われた。だから外科医になりたいと思ったとしても、あなたは血を見ると卒倒してしまう。そんな人だったとしたら、おそらく外科医を目指すのは無理なんです。であれば外科医のようなあなたの命を救ったそのような存在を別に探す。外科医の向こうにあるもの、それを探してみる。例えば同じ医者でも精神科として精神的に病んでる人を救うとか、例えばですけれども、そのようにまずは仮設定したらいいんです。でもそこに進む上で変わっていくのは全然構いません。あなたの人生なんですから、まずは設定しなければ進む方向がわからないので、進みたくない方向に一粒万倍日で進化発展しちゃったら良くないのはわかりますよね。そして理想の実現に欠かせないことがあります。このことを素晴らしい言葉で言い表されているものがあります。それはイギリスの作家であるサミュエル・スマイルズさんが書かれたこの言葉です。思いの種をまき、行動を刈り取り、行動の種をまいて習慣を刈り取る、習慣の種をまき人格を刈り取り、人格の種をまいて人生を刈り取る。これを聞いたことがあるでしょうか。まさに思いが行動を作り、行動が習慣を作り、習慣が人格を作り、人格が人生を作り上げていくということです。この中でも特に行動すること、習慣とすること、これが大事なのがよくわかります。習慣化できたら勝ちなんです。グレゴリオ暦で見る7月20日、グレゴリオ暦の数玉、7月20日でこの日のエネルギーを読み解くと、7月のテーマは地球とつながるということがテーマで、地球と一体である、地球と一緒に進んでいる、そんな意識を持つとこの日のエネルギーとシンクロして大きな結果につながります。7月は地球と一体であること、地球とつながっていることを意識すると大きく行動が後押しされる、そんな月になります。そして20日、20の数玉、この20の数玉はめちゃくちゃ大事な数玉になります。この20の意味は継続、続けること、まさに習慣の数玉です。ですからこの日継続すること、習慣化していくこと、それができれば大きな結果、まさに一粒万倍日の力も乗って思いもかけないような大成功に向かっていける日になります。ではカタカムナ数歌歴で見る7月20日、カタカムナ数歌歴という気の領域、見えない領域を表している暦、この暦で言うと7月20日は8月6日になります。8月のテーマは進化発展、まさに一粒万倍日と一緒、つまりカタカムナ数歌歴での8月は一粒万倍日が28日間続き、気の領域で進化発展を後押ししてくれる、そんな月だと思ってください。そして6日、6、無湯の数玉は結び、理想の実現、太陽というものを表します。無湯の数玉は進むこと、行動することがテーマになります。カタカムナ数歌歴での無湯の数玉なので、理想に向かった行動をしようとすること、これが大きくエネルギーの後押しを受けます。それらを踏まえて7月20日はどういう日なのか、今までやってきたことを続ける、その習慣の強化が大きく運気を上げます。そしてまた新たな習慣を生もうとする意図、これも大きな力添えがもらえます。そしてその習慣、その習慣に向けての行動とが、自分が目指すべき理想、それは天命地命画命でもいいし志でもいいんですが、そこに向かっているという意識を持ちながら続けることを意識すれば、これから先いいこと、嬉しいことが思い切り降ってくる、そんな大事な吉日だと知ってください。7月20日にやるべきこと、この日は継続が大事な日なので、あなたの習慣作りをやってほしいです。その習慣作りをする上で2つお伝えしたいことがあります。1つ目、あなたの思考に合わせて習慣を作ってください。思考というのは
この図のようになりますが、人には4つの魂があって、その魂のものの見方でいろんなことを判断し、理解し、把握し、決断をします。ですから違う魂でものを見れば同じようには感じないんです。するとあなたの特徴である視根でこの世の中を見ていますので、あなたとは違う見方をする人はおかしいとか間違ってるとか直してあげないといけないとか思っちゃうんですけど、違うんです。その人はあなたと違うものの見方をするだけで、それがいいでも悪いでもないんです。だからこそまず自分を知ること、そして人を知ること、そのためにも思考は重要になります。その4つの魂は荒見玉、行動する、結果を出そうとする魂、そして幸見玉、愛を大事にし人間関係を大事にする魂、そして賑見玉、調和平和を大事にする魂、くしみ玉、真理を求めたい、本当のことを知りたい魂、この4つの魂によってあなたはものを見てますので、あなたに必要な習慣づくりをお伝えしたいと思います。そのためにもまず2つの質問をします。その質問の答え、そこからあなたの思考をまず確認してください。今まででもお伝えしたことがあるので、自分は何の魂かご存知かもしれませんが、改めて振り返ってみてください。時々見方が変わってるケースがあります。では一つ目の質問、まず A、 あなたはやらないといけないと思ったらすぐやるタイプですか。それが A。 B、 あなたはやらなければいけないと思ったとしてもよく調べてからじっくりとやるタイプですか。このどちらか A か B か決めてください。では続いて2つ目の質問、 C、 あなたは嫌なことがあっても割り切れるタイプですか。それとも D、 あなたは嫌なことがあったら引きずるタイプですか。 C か D か決めてください。今の2つの質問に AC であれば荒見玉、 AD であれば幸見玉、 BC であれば串見玉、BD であれば賑見玉になります。それを踏まえてまず荒見玉のあなたにやってほしいこと、それは健康に関しての習慣づくりを始めようとしてください。健康につながるかどうかということよりも、これが健康につながるという思いで習慣化してみてください。何でもいいんですが、例えば食事でよく噛むということでもいいですし、鼻うがいをするでもいいです。とにかく健康に関して続けていくこと、しかもそれは負担にならないけれどもすごく大事なことである、そんなことを決めてください。荒見玉の魂の人は達成すること、目的に向かうことがものすごく大事な魂ですので、ついつい自分の体のケアを怠ってしまいます。そのために途中挫折、断念するということも大いにありえますので、そのためにも健康づくりの習慣、これを始める日にしてください。では幸見玉のあなた、幸見玉のあなたは人間関係が大事で、人間関係がよくいってるとルンルンハッピーになるし、うまくいってないと落ち込んだり、その相手に批判的な感情が生まれたりします。そのためにも精神を落ち着けること、これが大事なので、精神を落ち着ける習慣を始めてください。これも何でもいいんですが、例えば瞑想、丹田活瞑想でもいいですし、ヨガでもいいですし、日記を書くとかでも大丈夫です。何かを始めてください。そして賑見玉のあなた、賑見玉のあなたは人に気を使いすぎて、こんなこと言っていいのかな、これは言ったらまずいんじゃないかな、考えすぎてしまいます。だからこそあなたにとって必要なのは、まずあなたの気持ちを発信すること、これに慣れていく必要があります。そのために発信する習慣をつけてください。この発信するのは SNS でもいいですし、ブログでもいいです。 YouTube を始めるならそれでもいいと思います。発信することを当たり前にしていってください。そしてくしみ玉のあなた、くしみ玉のあなたは真理を知りたい、真実を知りたい、もっと機能を良くしたい、そんな風に考えるタイプです。往々にして頭でっかちになりやすい魂を持っていますので、運動する習慣をつけてください。その運動は何でもいいです。ジョギングでもいいし、スポーツクラブに通ってもいいです。スイミングでもいいし、筋トレでもいいです。
あんまり頑張りすぎないところから習慣化していって、負荷は後からかけていってください。以上が7月20日から初めて習慣化しようとすること、それを魂別にお伝えしました。ではそれを踏まえた上で2つ目、まず1週間でもいいし、自由な期日を決めて習慣化を目標にしてください。そして達成してほしいんです。例えば荒御霊のあなたが健康に関して食事を47回噛むということを決めたとしたら、それを1週間後まで毎食事ごとにとにかく47回噛んでから飲み込むということをやってみる。そして1週間後ちゃんとできたらできた、それが成功体験になりますので、さらにそれを続けていけば習慣になっていきます。習慣化するために大事なのは成功体験でもありますので、必ず達成してください。ちょっと1週間とするには自信がない場合、明日まで、今日中とかでも大丈夫です。今日ができたら明日もやって、明日ができたら今度は2日後まで、それができたら3日後まで、そんな風に徐々に伸ばして習慣化してください。最低21日間続けると習慣化されると言われますけれども、まずはそこを目指してください。この目標設定に大事なのは、いつまでに何をどれだけする、これが大事になります。例えばダイエットする場合、1ヶ月後何月何日までに毎日ランニングを5分するなどは、終わりが何月何日で、その日までに毎日5分ランニングをしたかどうかで判断できます。他にも例えば美容や健康を意識して玄米を毎日食べるというのもいいと思います。とにかく習慣化を目指してください。ちなみに玄米を食べる場合は、玄米の皮の部分っていうのはちゃんと咀嚼しないといけません。だから200回噛むということを意識してください。ご飯半膳、それを200回噛んで食べる。そうするとだいたい1時間ぐらいかかっちゃいますけれども、胃に負担がなく、そしてダイエットになります。7月20日に避けるべきこと、避けるべきことは習慣化しようとしたことを忘れないこと、それは目標とする期日までは続けてほしいです。多くの人が習慣化しないのは、それをやめてしまうこと、そのやめてしまうことの大きな理由は忘れることです。特に一粒万倍日などは、今まで習慣にしてきたことを忘れてやらなかったりする、サボったりする、するとそれが強化されて大きく膨らんじゃいます。サボりが膨らむって嫌じゃないですか。だからサボらないこと、そして始めることはしっかりと始める意識を持って始めてください。目標を達成できない理由は忘れることだと先ほど言いましたが、これが本当に大事なんです。だからこそ忘れない工夫が必要です。習慣化してしまったら忘れないんです。例えばあなたに歯を磨く習慣があったとしたら、そうそう忘れないですよね。顔を洗う習慣も忘れないんです。習慣だから。ですから習慣化するまで忘れない、これが大事です。そしてあなたが習慣化する大事なこと、本当に天命地命画面に向かう、志に向かうために大事なことを習慣化しようとした場合、ぜひそのことをうふすな様にお届けしてお導きをお願いしてください。うふすな様というのは、あなたの住んでいる場所、その場所を管轄している神社の本殿の上空にいらっしゃる広角な神様、この方がうふすな様で、あなたの人生の担任の神様です。すべてにおいて導きをお願いするご存在。そのうぶすな様へのお参りの仕方の基本は21日参り、21日間、3週間、一遍も途切れずに毎日同じお願いを続けること、これを21日参りと言います。これこそが21日間でお参りすることを習慣化するということでもあり、お届けする内容は同じお願いなので、21日間毎日同じお願いをするんです。その届けたことは習慣化できます。そしてあなたが毎日は難しいという場合、行ける時できるだけ必ず行ってほしいんですけど、行けない日は要拝と言って、あなたがお参りをイメージできる時に、その神社をしっかりとイメージしながら離れて拝む、これをやってください。要拝に
かかる時間などせいぜい1分もかかりません。本当に大事な習慣、やらなくちゃいけないことであれば、この1分が難しいということはありませんよね。では今日の話をまとめましょう。7月20日は13元律の矢の数玉、進化発展のエネルギーが流れている一粒万倍日です。この一粒万倍日に始めたことは大きく花開くので、この日から習慣化を意識した行動をすること、これが大事であるということをお伝えしました。グレゴリオ暦でいう7月20日の20日の数玉は継続、日々の暮らしの継続、これがテーマになります。そしてカタカムナ数歌歴的に言えば、気の領域で理想に向かった行動を後押しする流れがあります。そういう意味で7月20日はどんな日かというと、今までやってきたことを習慣としてさらに続ける、強化すること、そしてまた新たな習慣を生もうとすることが、この日のエネルギーに大きく後押しされて、思いもしないようないい結果に恵まれます。特に天命地命我命という理想に向かって行動する、習慣化することをイメージすると、より大きなパワーによりいいこと、嬉しいことが起こります。天命地命我命がまだちょっとわからないという場合、あなたが人のためにする志、自分も当然求めるんですけれども、それが人のためになる、お役に立つ、そんな志を目標として設定してください。そういった意味で7月20日にやるべきこと、それは継続が大事な日なので、思考に合わせて習慣作りをしてください。荒御霊のあなたは健康に関しての習慣を始める、幸御霊のあなたは精神を落ち着ける習慣を始める、賑御霊のあなたは発信する習慣を始める、苦し御霊のあなたは運動する習慣を始める、これらをやってみてください。そしてその習慣を始めるにあたって、期日、いつまでにどれだけ何をするのかという目標を決めて、確実にその目標をクリアしてください。そのクリアへの一歩を始める日にしてください。そして7月20日に避けるべきことは、今まで続けたことをサボる、そしてこれから始めることを忘れるということを避けてください。今日お伝えしたように、目的という追い続けるもの、最終ゴール、そして目標という目的に向かうために、いつまでに何をどれだけするという達成すべきものを設定してサボらずに進んでいけば、必ずエネルギーの追い風の恩恵を得られます。また目標を達成しようとする中で、感情を動かすということもすごく大事になります。感情が動かなければ行動にはなりません。感情が動いていれば忘れません。ですから忘れないように理想に向かって行動する、進んでいくということで、7月20日以降めちゃくちゃいい人生を作っていけるようになります。ということで、このチャンネルでは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメント、シェアをお願いします。今予言天狗と LINE でつながっていただいた方には、素敵なプレゼント5つと天命地命我命の決め方についての重要な情報などを LINE で配信しますし、丹田活瞑想という真の瞑想法についての情報なども配信しますので、この動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックして友達になってください。それではまた次回動画でお会いしましょう。母に発芽した玄米を見せて喜んでもらった上で、その発芽玄米を土鍋で炒ってポップコーンみたいにして、そこに水を注いで手羽元を入れてサムゲタンにしました。このサムゲタンは、僕はなんちゃってサムゲタンと呼んでいる本格的なサムゲタンではないんですが、完全に味はサムゲタンです。手羽元で作る簡単なでも美味しいサムゲタン。何を言えば、じっくりと煮込み続けるので時間はかかります。でも美味しい。今回もしっかりと美味しくできたので、よく煮込んだ玄米もトロトロです。ですから90歳の母でも余裕の状態になりました。母は
味付けが美味しいと言って喜んで食べてくれました。すごく嬉しいですね。また一緒に出したオクラとナスの揚げ浸しも、これもパクパク食べてて、母が食べられる量は以前に比べてだいぶ少なくなってますけれども、それだけ運動もしてませんし、美味しく食べられているから OK だなと思っています。そういった意味で、年相応な量を食べれるようなこれからも料理を作っていきたいなと思っています。その中で少しずつでも玄米に慣れてほしいなと思っています。玄米は完全総合栄養食で、それだけ食べていれば元気で健康、そのぐらい大事なものですので、ぜひ母には食べてもらいたいという苦肉の案でした。これはリスナーさんから教えてもらったアイデアを生かしてサムゲタンにしてみましたので、今度は中華粥もやってみようと思います。ということで、ではまた。